水ず銀行、株式会社水ず銀行、水ず銀行、略称水穂、水ず略称、MHBK は本店を東京都千代田区に置く、水ずフィナンシャルグループ傘下の都市銀行、三代目がバンクの一角を占める。2011年、平成23年に発生した東日本大震災の義援金に関連するシステムトラブルを受け、同年5月、 旧水保銀行が2013年、平成25年春をめどに、水保コーポレート銀行と合併することが発された。2013年、平成25年7月1日、従前の水保銀行は、法人格として、水保コーポレート銀行、CBK に、吸収合併された、法人格と SWIFT コードなどは、CBK 側、統一金融機関コードなどは、 旧水保銀行側を継承。それに合わせて、業名を水保銀行に改称した。これにより、同行は水保フィナンシャルグループにおける中核銀行となった。なお、本店は旧水保コーポレート銀行本店を継承したが、2014年、平成26年5月7日に大手町タワーへ移転した。旧水保コーポレート銀行店舗においては、 同店管轄の ATM が設置されていない。東京法人営業部、株都庁証券営業部以外の店舗では同じ、建物に並存する、または近隣にある従前からの、水保銀行店舗管理による ATM が設置されている。また、システム統合までの間、旧 CBK の店舗には、識別マークが付けられる、旧水保銀行の営業部、支店に、 特に識別マークは付けられない。また、月の店舗では、既存の顧客の口座以下、月店舗間に限るや、口座の増設を除き、当面、新規の口座開設は、原則行わないとしている。2002年、平成14年、当時、水穂ホールディングス参加であった第一官業銀行、富士銀行、日本工業銀行の分割、合併により、旧水穂銀行、 存続業は、旧第一官業銀行で、水穂統合準備銀行を、九州合併と、水穂コーポレート銀行、存続業は、旧富士銀で、旧行銀を、九州合併が誕生した。両名の水穂、水穂とは、水みず,みずしい稲の穂の意とされ、水穂国、吉原千五百秋水穂国は、日本初期に登場した、日本の美少でもある。 日本を代表する銀行を目指すとのことで、この称号とされた。水保フィナンシャルグループ内で、グローバルリテール部門の中核都市個人及び中堅、中小企業や地方自治体を対象とする銀行と位置付けられていた。大手法人や金融機関、海外業務に関しては、同グループ参加である水保コーポレート銀行が、業務対象としていた。 法人格としては、旧第一官僚銀行を引き継いだものとなっていたため、日本官僚銀行の設立年月日である1897年、明治30年6月7日を、設立年月日としていた。現在の水戸銀行は、水戸コーポレート銀行の法人格、及び、富士銀行の前身である、安田銀行が、系列従業と大合併をするために準備会社として、設立した。 保全銀行の法人格を引き継いであるため、1923年、大正12年5月7日を設立年月日としている。従前の水保銀は主にリテール業務を主体。水保コーポレート銀は、ホールセール業務を主体としていたが、本来、CBK が干渉する21世紀になってから、政令指定都市に昇格した市や中核市以下の市。 などでのホールセール業務を水保銀が行うケースや水保銀が CBK 業務を担う場合があるなど明確な線引きはなかったとされる。2013年平成25年6月30日まで本店は東京都千代田区内幸町の水保銀行内幸町本部ビル9第1官業銀行本店ビルに置かれていた。なお同店の窓口、口座店名称は 2012年、平成24年10月以降、東京営業部と称している。2005年、平成17年、新商品開発などによる、経費率、収益力の改善、不良債権の最終処理や、公的資金の早期完済などを掲げた、チャンネル2ディスカバリープランを発表した。これ以降は、重複店舗の一団の統廃合、再配置を進めた。また、 不良債権処理も加速化し、MHFG 設立時に計上した巨額の赤字処理をもって、ほぼ終え、公的資金の返済、旧公銀の旧住宅金融専門会社への不良債権処理に関する追徴課税の取り消しによる税関付2800億円を重当等により、信用力も一時に比べ向上した。2006年、平成18年7月4日には、 三菱 UFJ フィナンシャルグループに続いて公的資金は全額関西され同年11月8日親会社である水穂フィナンシャルグループがニューヨーク証券取引所 NYSE に上場したバブル経済崩壊後初めて法ングループが NYSE への上場を果たした日本官僚銀行第一官銀の前身が大正時代に 全国各地に設立されていた農耕銀行からの事業譲渡や農耕銀行の吸収合併に伴う受け皿らし店の開設などの理由に加えて戦後には休館銀の宝くじ業務の取り扱いもされていたため三大メガバンクで唯一すべての都道府県庁所在地政令指定都市に必ず一つ以上の店舗を有している旧富士銀の業務を引き継いで東京都 東京23区、大阪市、北九州市の指定金融機関とされている。東京都の当初地域においては、都の指定金融機関である関係上、大島町、伊豆大島には、築地支店、大島特別出張所が、八条町、八条島に、浜松町支店、八条島特別出張所がそれぞれ設置されている。かつては、三宅村、三宅島に、東京中央支店。 三宅島出張所が設置されていた。全新業に関西系都銀が含まれなかったので、これらが含まれる三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行、リソな銀行と比較すると、関西地区の店舗数は少ない。富裕層向けのプライベートバンキングへも参入し、水穂銀行に5億円以上の資産を持つ顧客を対象に水穂、 プライベートウェルスマネジメントへの紹介を進めている。2012年、平成24年1月以降をめどに、水穂 TP が、水穂銀行、当時を所属業とする銀行代理店として、同行の口座開設取り次ぎを行い、その代わりに水穂新宅銀のキャッシュカードと ATM を2012、平成24年3月までに廃止し、 水保信託銀の信託代理店としての水保銀を利用した場合の手数料優遇などを行う方針であることが明らかになっている。これは水保グループ講座というパッケージで提供され、BK 当時と t b の講座を法人をまたいで紐付けするというもので、顧客情報も紐付けした会社間で共有される形となる。あとに水保証券の証券講座も 水保グループ口座に含むことができるようになり、これにより TB との取引がなくとも CBQBK と SC による組み合わせでもグループ口座が成立する水保証券と取引があるが、水保銀行とはない顧客のために水保証券が銀行代理店として TB 同様水保銀行の口座開設取り次ぎを行うようになった。 水保マイレージクラブ会員を対象としたオンライン証券仲介サービスでマネックス証券と提携している。マネックスのナイター取引も取り扱い、利用するとマイレージポイントも貯まる。審判分野では旧第一管銀、富士銀時代から親密であったクレディセゾンオリコとも業務提携している。こちらは保証業務などが中心であり、 他のメガバンクと消費者金融の間に見られる関係資本参加、銀行系ローンの設立等とは一線を画す。そもそも水保側は消費者金融との提携効果は期待できないとしており、このため水保銀行系キャッシングのようなサービスは今しない。2005年、平成17年4月、米国金融機関のワコビア、東部地盤、2008年校舎に九州ウェルズファー号、 西部地盤とトレードファイナンスや投資信託販売などで提携を開始した。固有の業務として、休館銀からの経緯として、宝くじの発行、販売など業務を引き続き受託している。休校銀の業務を引き継ぎ、休校銀店舗、またはその承継店舗では、金融債の割引水保銀行債券、割高割引水保銀行債券保護預かり専用。 割高アルファ、リツケミズホギン交際券、リッキー、リツケミズホギン交際券利子一括払い、リッキーワイドを発売していたが、2007年、平成19年3月後半祭、3月27日で発行を終了した。2007年、平成19年3月後半祭、3月27日で、先の4種の金融債は発行終了。 財形貯蓄型金融債も特例期限から1年前倒しして2011年平成23年3月後半債の発行にて終了した。また、金融債の保護預かりに利用する金融債総合口座も2013年2月24日で廃止され、翌日より一般の総合口座や普通預金、定期預金へ規定上変更された。 ATM コーナーに設置されている、両替機は、水保銀行に口座を開設している人向けの専用機、水保銀行のキャッシュカード、あるいは大量の両替を行う利用者に発行される、両替機専用カーが必要である。口座を開設していない人、水保銀行のキャッシュカードなしは、窓口での対応となる。これは、他の都銀でも、同様のケースが見られるが、 他行では、両替手数料用の効果投入口が別に取り付けられているケースもある。振込に関しては、水保コーポレート銀行宛ての振込手数料は窓口、水保 ATM コーナーのほか、ネットバンキングサービスである水保ダイレクト等も含めて、水保銀行すべてのチャンネルからの振込みで投稿古記となっていた。イオン銀行、口実の内容も参照、千葉工業銀行、 大垣京立銀行、第三銀行の各好 ATM では利用手数料が徴収されない、時間内は無料、時間外は用手数料。イオン銀行を除き、水保マイレージクラブの優遇対象外。多工手数料無料で扱う東京スター銀行、ゼロバンクの ATM も、水保銀行のキャッシュカードで出金可能である。また、ゆうちょ銀行の ATM では、キャッシュカードでの入金。 紙幣のみ、用手数料も可能である。JR 東日本が駅構内などに設置されている ATM、ビューアルって用手数料や、イオン、総合スーパーをはじめとする、イオングループの各店舗等に設置されている、イオン銀行の ATM が利可能である、下記に衝突。さらに、2008年、平成20年8月20日からは、阪急電鉄と、 北大阪急行電鉄が、駅構内などに設置されている ATM、パッドサット、池田泉州銀行提供、ステーションネットワーク、関西運営においても利用ることができ、平日の日中帯に限り定携利用手数料が、かからない、水穂米レー時クラブ優遇対象外。水穂銀行側からの発表はなかったが、2006年、平成18年3月26日より、 新銀行東京都の相互出金提携を行っている用手数料。さらに、商工中金、新生銀行、青空銀行でも引き出しができる用手数料。同様に、水穂銀行側からの発表はなかったが、2011年、平成23年6月27日からは、SBJ 銀行、新刊銀行の日本法人の キャッシュカードによる投稿 ATM 入出金利用提携、型利用を行っている SBJ 銀行所定の手数料が適用。当初は5月9日に利用提携を開始する予定だったが、直前になって水穂銀行側の都合により延期されていた。2014年、平成26年2月10日からは、楽天銀行のキャッシュカードによる投稿 ATM 出金利用提携、 型利用を行っている、楽天銀行所定の手数料が適用。イオン銀行との接続開始時には、同行 ATM 利用時は、手数料が徴収され、水保マイレージクラブの優遇対象外となっていたが、2013年12月8日の戦略的提携の開始に伴い、同行と水保銀行の共同設置扱いとなり、水保銀行のキャッシュカード利用時は、自項 ATM と同様となる。 ただし、優遇対象となる、振込手数料、ATM 統括支店経由であるため、水穂銀行のいずれの支店あても、本支店扱いとなるは、一旦引き落とされるものの、後日キャッシュバックされる。同行は、コンビニ ATM の Enet ローソン ATM、セブン銀行と個別提携しており、同行独自の ATM サービスを提供する。Enet びローソン ATM では、入金。 残高紹介、振込、暗証番号変更のサービスが利用できる。2006年、平成18年7月23日より、セブン銀行と提携し、同社 ATM における独自サービスを開始した。現在、水穂銀行の口座は、セブン銀行では入出金、残高紹介の3サービスを利用でき、水穂マイレージクラブによる利用手数料優遇の特典も対象となる。 2004年、平成16年8月16日より、水ほバリュ流プログラムの後継商品として、取引によっては優遇のある、水ほマイレージクラブを開始した。ポイントカード制を、大手銀行では初めて本格的に展開、非金利収入面での顧客獲得機会を拡大する、サービスとして、2004年、平成16年の日経優秀製品、サービス賞、 日経金融新聞賞を受賞し、開始から2年半を経た2006年、平成18年12月時点で、会員数は250万人を突破しており、半年に50万人のペースで増加している。富裕層向けの会員サービス、水保銀行に1000万円以上の円資産を有する、などの条件を満たす顧客に対して、入会案内が送られる。なお、詳細条件は、 各支店ごとに確認のこと。入会すると、マイレージクラブのサービスに加えて、以下のような優遇サービスが提供される。なお、水ほプレミアムクラブコンシェルジュデスクは、j t p が運営している。株式会社クレディセゾンと提携した、水ほマイレージクラブカードと、JR 東日本と提携した、水ほスイカカードがある。いずれも水保マイレージクラブに入会していなければ、 申し込むことは来ない。2017年には、クレディセゾンとの提携内容の見直しと、オリエントコーポレーション及び JCB との追加提携が発表され、クレディセゾン発行のセゾンカード及び UC カードに、加え、オリコ、ビザ、マスターカードのカードと JCB 提携のカード並びに JCB、デビットカードが追加されている。概要は、辞表の通りである。 1>, 1初年度の年会費は無料。2007年、平成19年10月26日をもって、新規発行終了。22008年、平成20年10月17日をもって、新規発行終了。3初年度の年会費は無料。翌年度以降の年会費は、前年度のショッピングの利用額が、合計10万円以上の場合は無料。2008年、 平成20年9月末をもって新規募集終了。カードに記載された有効期限をもってサービスを終了することが水穂銀行と JR 東日本の両社よりアナウンスされている。水穂マイレージクラブカードは UC とセゾンがある。UC は一般とセレクトでハロー機器デザインのカードや通帳も選べる。UC とセゾンともに etc 支払い用のコカードの発行ができる。ID とクイスプについては、お財布形態のみに対応している。水穂マイレージクラブカードを利用した際に貯まるポイントは、マイレージポイントである。基本的に1000円につき1ポイント貯まるが、セゾンアメリカンエキスプレスカードを海外利用した場合は2倍貯まる。また、パートナーズサービスがあり、 日本のパートナー企業で利用した場合は2から5倍。海外のパートナー企業で利用した場合は2倍それぞれ貯まるが、セゾンアメリカンエキスプレスカードを海外のパートナー企業で利用した場合は3倍貯まる。ただし、ID とクイスプを利用した場合は、パートナーズサービスの対象外である。一方、水保追加カードを利用した際に貯まるポイントは、JR 東日本のビューサンクスポイントであり、 基本的に1000円につき2ポイント貯まるが、JR 東日本のビュープラスの対象商品の場合は1000円につき6ポイント貯まる。なお、ビューサンクスポイントはマイレージポイントに交換することができ、ビューサンクスポイント2000ポイントをマイレージポイント1000ポイントに交換することができる。水保スイカカードは JR 東日本のスイカを搭載しているが、スイカ定期券には対応していない。 ただし、水保スイカカードで、モバイルスイカに、会員登録した場合は、モバイルスイカのスイカ定期券を利用することができる。2006年、平成18年8月28日から、キャッシュカード取引のセキュリティ向上のために、指静脈を利用した、生体認証機能付の IC キャッシュカードの発行を、開始。ただし、同年10月1日までは、生体認証機能付け IC。 キャッシュカードへの生体認証情報の書き込みを行っていないので実際の利用開始は同年10月2日からになる。なお、これ以降に発行された IC キャッシュカードは原則生体認証に対応したものとなる。申し込みから利用まで全てペイパーレスで完結するスマホ決済アプリ。水保銀行に口座を持つ個人、日本国内在住の15歳以上。 中学生を除くであれば、誰でも利用できる。JCB と連携しており、アプリ内に口座から直接支払いができるバーチャルデビットカードを即時発行し、コンビニやスーパー、ファミレス等のクイスクで支払うことができる。すでに水保 JCB カードを持っている場合は、カード情報をアプリに追加することで、スマホ決済としても使える。年会費は1000円だが、年に一度でも利用すれば、 無料になる2018年9月時点。Android 版と同様、申し込みから利用まで全てペイパレスで完結するスマホ決済アプリの iOS 版。Android 版と異なり JR 東日本と連携。発行されるカードは水保水化、前述の水保水化とは別サービス。水化として利用でき、IC 相互利用可能エリアであれば全国どこでも使える。 年会費等はかからない。アプリ上で口座から直接チャージできるため、クレジットカードを持たない人やチャージできる場所が、限られている人にも使いやすい。感情系システムは、と言われる、旧第一官境銀行が構築し1988年、昭和63年稼働が開始された古いシステムである。感情系の一部でハードウェア及びオペレーティングシステムは、 IBM システム Z、Linux と IBM システム P、X を併用している。2016年、平成28年春に予定していた、旧水保銀行と旧水保コーポレート銀行と水保信託銀行のシステム統合は、開発に時間がかかっているとして延期された。開発完了は2016年12月を予定し、 相当資格は3000億円を上回る見通しであると報じられている。選択では相当資格は4000億円を上回り、完成が絶望的であると報道している。2016年11月12日、日本経済新聞などが外国為替業務のシステムで実施中の動作、確認テストを延長する必要があるため、新システムの運用開始は2018年夏以降に、 れ込むと報じている。新しい環状系システムへ1回目のシステム移行が2018年平成30年6月9日土曜日22時から6月11日月曜日8時まで行われた ATM やインターネットバンキングが使えなくなる同様の作業を2019年まで9回に分割して実施する2002年の再編に伴い 2002年、平成14年4月1日の合併当日から、メインコンピュータや第一官業銀行、富士銀行、日本工業銀行間のリレーコンピュータのバグが原因により、大規模なシステム障害が発生し、預金者や利用者に大混乱をきたすこととなった。同月1日に10万5000件の未処理が発生。2日は、イオンカード、4日は、セゾンカードビューカード、5日は、 UC カード、関銀クレジット、富士銀クレジットなどが統合されてから、最初といった、水保フィナンシャルグループと結びつきの強い、クレジットカード会社の口座引き落とし日で、クレディセゾンは引き落とし不能でも、信用情報の支払い遅延扱いにはしない旨を含んだ、独自のお詫び分を発表する。未処理件数は、5日に250万件余り、20引き落としが3万件まで。 積み上がり、個人に対しての影響が広がる。現金自動支払機の稼働トラブルに関しては4月、上旬に解消されたが、口座振り替えに関してはシステムが増強される5月まで、システムセンターの人海戦術による、バッジデータの手作業での確認や、準備が引き落とし日に備えて日夜行われる状況が続いた。収納企業、公共団体に対しては、通常より、 早期に口ぶりデータの送付を要請した。また、コンピュータシステムの改修に関わっていた、富士通ターミナルシステムズ、ATM ベンダーのシステムエンジニアが、デスマーチにより過労自殺する事態となり、2003年、平成15年に、労働災害認定されている。東北地方太平洋沖地震、東日本大震災直後の2011年。 平成23年3月15日火曜日未明、テレビ局が水穂銀行東京中央支店に開設していた義援金受付口座への振込件数がプロアリミッター設定上限数を超えたことにより夜間バッチ処理が予定時刻の朝5時までに終わらず約38万件の処理が積み残された。この以上終了により16日営業時間帯の オンラインシステム起動が遅れ、未処理の決済データがサーバに積み上がって環状系システムが不安定になり、大規模なシステム障害へと発展した。ATM の一部が使用できなくなり、さらに処理の積み残しが増えていくという悪循環に陥り、17日には環状系システムが強制終了した。ピーク時には百十六万件、約百九十六億円の未処理取引が、 発生した。水穂川は後に、具体的な原因について、東日本大震災に延金の振り込みの一部店舗への集中と説明した。また、この際、事後処理として二重に振り込まれた金銭の回収を行ったが、確認を怠り、事前連絡なしに正規の振り込みまで回収していたことが発覚した。他、このトラブルに便乗し、同行が、 顧客に対して行った臨時支払いを悪用して25万円を騙し取ったとして詐欺罪容疑での逮捕者が出ている。この被疑者は同行の店舗数店から合計で百数十万円を騙し取った疑いがある。水保銀行は3月19日土曜日3月21日月曜日春分の日の3連休期間中に全 ATM を休止して バッチ処理の積み残しを処理したが、障害が収束した3月24日まで9日間にわたってシステム障害は続いた。このシステムトラブルで金融庁から同年5月31日に銀行法に基づく業務改善命令が水保フィナンシャルグループと伴いに下された。業務改善命令の理由としてシステムのコンティンジェンシープランの整備や 情報技術投資戦略、適材適所の人材配置やグループ内、連携体制などで、水保経営陣の機能発揮に問題があるとし、水保フィナンシャルグループの一体感の情勢への取り組みが十分でなく、水保の企業風土に課題があると指摘した。この結果、東取の西堀都市と IT システムグループ担当の常務執行役員、萩原忠幸が6月20日付で隕石辞任し、 二度の大規模トラブルからの信頼回復、再発防止策として、グループ経営の効率化と、意思決定の迅速化が必要と判断され、たすきがけ人事の解消、水保銀行、水保コーポレート銀行の合併による、二番ク制解消、サーバーシステム全面刷新の要因となった。普通預金の利息は、二月八月の、第三土曜日の翌営業日、月曜日付で付与される、 総合口座普通預金の貸し越し利息の決済も同日に行われる。貯蓄預金の利息は毎月第2土曜日の翌営業日、原則として月曜日だが祝日による変動ありつけで付与される。2006年7月に銀座支店に偽の夜間金庫が設置される事件が発生した。大阪偽夜間金庫事件を模倣したとされている。 2013年9月27日、2012年12月から調査を行っていた金融庁はグループの審判会社オリエントコーポレーションを通じた自動車ローンなどで暴力団を含む反社会的勢力取引の存在を知りなが放置したとして水穂銀行に業務改善命令を発動した。取引内容は暴力団組員らが中古車を買った 債のローンが中心で、取引件数は230件、融資額は2億9000万円に上った。この融資は、旧第一官業銀行とつながりの深い、オリエントコーポレーションとの提携ローンで、2010年9月に、水保銀行による審査が開始され、同年10月に、暴力団組員への融資が行われていたこと内部で、判明したとされる。情報は、 当時法令遵守担当役員であった旧第一官業銀行出身の代表取締役副頭取や常務、執行役員などにまで挙げられており、銀行本体のトップクラスの幹部が関わっていることが判明した。当初は取締役会などにはかけられていないとし、銀行のナンバー1である頭取は一切関与していないとの説明を行っていたが、10月8日の会見で、 発覚当時の西堀俊市取をはじめ公認の塚本隆史取、佐藤康弘陶取など歴代陶取までもが暴力団組員への融資を知り得る立場にあったことを認めた。これを受け、翌9日に金融庁は異例の再度の報告書を求めて銀行法に基づく報告調求命令を出し、10日には関与しひで内閣官房長官が会見で、 金融庁への報告が違っていたのは極めて遺憾だ。と述べた。また、経済同友会の長谷川監氏代表幹事は、金融機関としてあるまじき状況だ。と批判、信託協会の若林達夫会長は、再発防止に向けて銀行業界全体で真剣に考える必要がある。とした。命令の発動を受け、同行は法令遵守担当だった。 旧第一官業銀行出身の常務執行役員の更迭をはじめ、減給などの社内処分を実施するほか、再発防止策も10月中にまとめことを明らかにした。10月8日には、中込秀樹元名古屋高等裁判所長官が委員長を務める提携ローン業務適正化に関する特別調査委員会が設置された。オリエントコーポレーションでも10月15日に、 水保銀行出身の斎藤正幸社長を委員長とする反射体制協会委員会が設置され16日にはカップ販売法に基づきオリエントコーポレーションに対する調査を行っていた経済産業省に対データベース強化のためオリエントコーポレーションと水保銀行のシステムを接続するなどの再発防止策をまとめた報告書が提出された以前より 佐藤東取県社長は、水穂グループ内の旧日本工業銀行、旧第一官業銀行、旧富士銀行の人事統合を行う方針を示していたが、本府政有志問題では、旧第一官業銀行グループが人事から外さる可能性が生じ、また金融庁による業務改善命令に先立つ2013年3月には、旧富士銀行出身者全員が、 水保フィナンシャルグループ副社長や水保銀行副頭取から外される人事も行われており、元奥ら省大臣官房金融検査部金融検査官の高橋洋一は事件発覚や頭取関与の証拠発覚の端緒は旧日本工業銀行出身の佐藤頭取県社長に対抗する他派閥からのリークではないかとする。警視庁は2015年3月24日、 元男性審査役と男性会社員2名の3人を詐欺の疑いで逮捕したと発表した。元審査役は行政の株式購入資金を集める名目で出資者を募っていた。水保銀行は実際に2005年経営人買収資金を出資して株式買収に関与している。ただし同社の株式は2012年12月、麻生の系列会社が 水穂銀行の買収価格の半値以下で取得し、強生は、麻生グループ参加に入った。2006年、平成18年9月までは、資産運用編、大杉さざなみ、10年後も笑おう、住宅ローン編、稲森泉、20年後も笑おう、新社会人編、平岡優太、未来を手にして笑おうの各編をテレ CM、放送していた。2006年、 平成18年10月、CM 展開を一新。おメッセージとして、段階世代の小形剣、大家族を抱えて、マイホームを購入した、唐沢敏明、パンフレットでサービスを調べる、剣母、鈴木京香、母親思いで留学するためにアルバイトでお金を貯める、井上茂らの出演による、新 CM シリーズが開始されたが、2008年10月に、小形の死去により事実上打ち切った。 2008年、平成20年から5年間、阪神甲子園球場のリニューアルに際して、球場1.3類、フィールドシート2400席に、水保銀行シートと命名権契約を締結。2009年、平成21年から2015年、平成27年夏までは、井上真央が出演。二千十五年、平成十七年十一月からは、玉山哲二。 鈴木良平、福祉総太ら3人が、水保フィナンシャルグループの各 CM に出演している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。